はい、京都大学男子ラグラスの皆さん、こんにちは。サワヤンゲームズです。シャーということで、本日なんですけども、超スペシャルな回、大物 YouTuber さんたちと一緒にアマングアス、ついにコラボが実現いたしました。本日はね、サワヤのサイコパスたる、ポイントすべてを出し尽くして、まあどっちになるの、人狼になるのかね、インポスターになるのかね、市民になるか分かんないんですけどもね、大活躍できるように頑張っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。参加されている YouTuber さんのね、詳細はこちらの動画概要欄からチェックしていただけると嬉しい。ちょっと多すぎてちょっとね、もう覚えてないんでちょっと申し訳ないです。ということで、早速始めていきたいと思います。しゃ、はい、ということで始まりました。私、さあは今回は市民でプレイさせていただきます。さあどうしようかな、誰と一緒にいようかなっていうところになってくる。さあ、まずはひとまずミッションをクリアしていきたいんだけど、おっといきなり早いぞ、いきなりだな、いきなり人狼がミッションを仕掛けてきた。さあどうしようかな、これみんな固まってんな。ビップさんちょっと怪しいな、ビップさん怪しい、ビップさん怪しい、怪しいよ。さあここの、ここはオッケー、すぐできた。さあみんなまとまってんな、みんなビビってんぞ。一回下行ってみようか、一回下行ってみよう、下行こう、みんな下行こう。さあ4人いるから、待って、3人になったぞ。3人はちょっと怪しいけど大丈夫か。さあここにミッションがある、ここにミッションがあるから、これを俺がやる。でこれちゃんとオンにして、オーケー、ミッションクリア。さあ義賊さんも来た。さあ4人で、義賊さんは何をやっていたんだ。さあみんな集合、みんな集合してる。いや分からんぞまだ。義賊さんが若干イエローカード立ってるが、義賊さんが怪しい動きをずっとしている。さあみんなを待って、できれば右に行っていきたい。さあまた何か消えたようだ、さあビップさんと間違えた、ちょっと今のちょっとミス、今のとにかく怪しまれない動きをしたいね。さあ治ったようだ。で今度左上がちょ、みんなついてきて、みんなちょっとついてきて、お願いだからついてきて。さあやばい、千早さんと2人っきりになった。あでもいるから大丈夫。さあ極力、初めてのこの実況だから、みんなこのゲームの趣旨も分かってるよ、大体ネットで結構出てるから。頼むから殺さないでくれ俺のこと。さあこれを、はい、ミッションクリア、タスクコンプリート。やばい、1人になってるよ。あビップさんが、これはや、なんだこれ、何をしてんだこれ、大丈夫かこれ、ビップさん大丈夫、どうなんだ、まだ、また来たか。さあみんなまたまとまってる、今誰がし、まだ死んでるやついないのかな。かなりまとまった展開だから、この上から行こう、上から行って、さあみんな一緒。さあこれはいけそうだな、これもこのミッション OK。 これ俺は葉っぱをとりあえずお掃除して、葉っぱお掃除完了。さあみんなまた一緒、いや分からんぞこれ、怪しいの誰だ。さあここは一回中間地点に俺がいて、ちょ待って、カズさん怪しいぞ、カズさんが待ってるな、これカズさん大丈夫、ごめん俺カズさん若干、これカズさんと義賊さんが若干イエロー的な動きしてるな、これ大丈夫、ちょっと、うわーちょっと暗くなったのやばいな、これ一番危ない時のやつだよこれ。さあここ、あ千早さん直してたね、千早さん間違いなくしろ、千早さんは間違いなくしろっていうことを覚えとこう。でも待って、これね、壊れたやつ確か人狼も直せるんだよね、だからこれ分かんないな。でも自ら直しに行くってことは考えにくいから、今んところ俺の中ではカズさんが怪しいと見てる。直感力が結構ね、夜デスタダッシュと一緒にやったりするけど、これカズさん怪しいっていうか、タスクどんどんこれクリアされてってるけど、人は減ってんのかな。これさ、ここでモニターで見れるよ確か。やばい、カズさんと2人っきりだった、ナイス。やばい、義賊さんも来てる、おっとミーティングだ、誰か死んだ、誰も死んでいない、何にも起きてなさすぎなので押しました、とりあえず。はい、なるほど、白照明できます、僕白照明、あ、おお、義賊さんは白だと思います、僕。はいはいはい、だから義賊さんずっとね、マップ見てたんですよ。はいはい、で僕ちょっと最初怪しいなと思って近寄ったんですけど、はいはいはい、2人に
やりの場面で全く手出してこなかったんで、うん、なるほど。鬼やったら絶対あそこで殺してなんかアクション起こしてると思うんですよね、僕一発で。なるほど、うまいっすよ、伊藤さんうまいっすよ。え、僕もね、あ、僕も、はいはい、はい、僕もね、一人白証明できる人いて、はい、リップさん白だと思うんですよ。なるほど。まあ、なぜかっていうと、あの、はい、タスクを結構やってる感じだったんですよね。はい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 。やってました。で、あの、アホなんで、基本的にあの、多分それ、多分そういうあの人狼側になった時にそういうカモフラッシュできないんで。なるほど。アホやからね。アホやからね。僕はなんかカズさんがなんかタスクやってる感じじゃなくて単純になんか中間地点に居座ってることが多かったんで若干怪しい感じがするんですよ。なんかカズさんちょろちょろしてたタスク戦と。でもまだわかんないですねこれは。え、実際見てこんな攻められる？ご覧やのにごめんなさい。やばい。すみません。これ。ますからね。じゃあ一回スキップしますとりあえず。とりあえず。了解。わかりました。はい、一旦ミュートします。はい、ミュートします。ミュートします。の分をてことで、まずファーストステップはスキップですね。いや、わからん。俺はカズさんが怪しいと思ってる、マジで。ただまだ誰も死んでないから、これはかなり市民側が有利な気がする。さあどうしよう。カズさんが怪しいからあんまり一緒にいたくないんだよね。で、ビップさんが白って言うんだったら、うわ、またか。いやー、これやだな、これやだな、これやだな、これ非常にやだな。これで殺されたら最悪だな、ほんとに。いやー、待って、こっちから行けない。やばい、これ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 やばいやつ。これマジでやばいやつ。頼むから、誰もいないでくれ。これもこれ見れないんだっけ？見れないわ。あ、見れるわ。どうだ？さあ、あ、義賊さんが映ってる。俺ちょっとこれ、もう防犯してよ。義賊さん一人。義賊さんが一人だな。義賊さん何やってんだ、何やってんだ義賊さん。さあ誰かが来た、俺のとこに。千早さんか、千早さんが来て、みんないるな、みんないる、みんなこっち来たな。義賊さんが本当に一人で怪しい動きしてんな。大丈夫か。いやー、多分みんな心の前でうろちょろしてんなこれ。みんなまとまってしまったな。俺、見た、俺も見た今の。どうしたのこれ。俺もね。今のはもう確信犯。待って待って、僕報告したんですけど、はい、あの5人ぐらいいる前、目の前で殺されて、サオさんが最悪。私も言いました、私も。嘘でしょ。なんか恨みがあるんじゃないかレベルの殺し方だった。ちなみにその犯人は、あんな大勢の場で人殺せる。死ぬか。一緒に行って、マジ最悪なんだけど。カズさんの通りやったよ。俺の予想通りだったでしょ、マジで。カズさんのちょっと言い分も聞きたい。そうね。ただ怖いんで。うん。いや、なんかね。カズさんだな、これ。マジ予想通りだったじゃん、俺の。やばくない？俺の直感力。ないな、これ。これないかな。俺の直感力やばくない？結局カズさんだったから。結局全て俺の予言通り。あと、これ本当に、はい、これ万丈一致しますもん。そんなに、あよし、とりあえずカズさん殺されてよかった。あと一人。はい、とりあえずカズさんが殺されました。マジよかった、うん、とりあえず俺の死は無駄ではなかったってことで、幽霊でちょっとみんなを見張っていこうか。誰が人狼なのか、これはかなり緊迫した展開になってきている。さあ誰なんだろう。俺は義賊さんだと思ってんだよ、ぶっちゃけ。ぶっちゃけ義賊さんが怪しいと思ってる、マジで。俺どうなんだろう。俺の直感力これ当たったらすごいよ。俺多分義賊さんだと思ってんだよ。さあどう出る。メスさん何してた今。メスさん何したんだ今。さあどう。さあ義賊さん行った、率先して行ってる。でもこれ多分やらないでしょ。やらずにどうだ、どうなんだ、どっちなんだ、誰なんだろうマジで。俺ギズ…この展開ほんとわからない。で、千早さんがここ3人見てる。これ俺も見るのありなんだけど、いや見てもしょうがないから。メッスさんマジ怪しいな。メッスさんマジ怪しい。ちょっとメッスさん様子見よう。メッスさんマジ怪しいぞ。何をしてんだ一人で。タスクもやらないし、ずーっとなんか待ってんな。何を待ってんだ。ちょっと一回ストーキングしよう。
さあ、あ、狙ってるぞ、ね、多分狙ってる、これこれ多分狙ってんぞ。やばい、俺これ、あ、どうだ、一応言ってるけど多分やらないよこの人。メッスさんが怪しすぎる。さあどうする、義賊さんやられるか、いや、やらないか、さすがに。で、ビップさん見てるからね。いやー難しい。でもタスクが着実に進んでるな。メッスさんが誰かをこれは追いかけてる気がするぞ。おそらくこのここら辺やばいぞ。千早さん、ここの2人を、ほらまた、ほらまた止まった、また止まった、また単独投稿始めた、単独行動始めて、これは何をしてんだ。さあ義賊さん来た、やるか、やるか、え、やらない、やらないね、やらないね、やってもおかし、え、義賊さんワープした、待って、義賊さんワープしたんだけど、義賊さん消えちゃったんだけど、うわ死んでる。あ、それ誰が言ったの、あ、義賊さんが、あ、とりあえず義賊が発見しました。はいはいはい、どこにいました。双葉さんがナビゲーション一番右の、はい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 、的なところですね。あ、じゃあ僕そっち行ってないですね。僕とビップさんとヒカックさんは、そうです、あの一緒でしたね、3人左にいたので、白っすね、義賊さん、チェアヤさん、メッスさんが僕的に怪しいです。あ、じゃあ僕目線はもうチェアヤさんで確定ですね。おお、はい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 、メッサンとは僕、あのビタミンじゃなくて、何でしたっけ、ああ、はいはいはい、アドミンだったんですよ、ね、はいはい、アドミン見てて、3人が確かに左側の方にマップでいたのは分かったんですよ。はいはいはい、はい、で、ナビゲーションのとこに2人その影があったんで、うん、で、もうそれがもうメッサンとその左側にいた3人以外だったんで、はい、まあ、チェアヤさん以外おそらくありえないです。ああ、じゃあもうこれもう確定にしてるじゃないですか。いや、どうでしょう、義賊さんとメッスさんが怪しいっていうパターンもありませんか。まだ メッスさん的には義賊さんの証言はどうなんですか。あ、もうもう本当にありがたいですね。で、俺義賊さんと絶対怪しいよ、メッスさん。メッスさんが怪しいって。カズさんを釣る前に、カズさんを釣る前に、義賊さんと暗闇になった時に重なった場面あったんですよ。お互い殺し殺されなかったんで、もう僕目線でも義賊さんは完全に白だと思ってます。はあ、はあ、そういう考え、はい、まだ結構余裕があるので、千早さんを釣った後にもし釣ったら怪しい義賊さんを釣っていけば、はい、ああ、なるほど、さんとビップさんはもう間違いなく白だと思うので、はいはいはい、はい、問題なさそうだと思う、はい、メッスさんが怪しいって絶対同意です、です、じゃあそれでいきましょう。それ千早さん釣られるな、これ、はい、おっと、男千早、千早さん、はい、ということで千早さんが釣られることになりましたね、これどうなる、正解かどうか、スピードで終わるかどうか、結果いかに。おお終了、一瞬だったな、全然人狼が来ない、人狼やりてえマジで、もうずっと俺が人狼やったら絶対おもろいのに、がっつり人狼やってきたのにさ。まずはこの葉っぱを、葉っぱをとりあえず落としたい。さあ葉っぱを落として OK。 さあタスク1個完了、すぐ下行く、すぐ、もう俺はね、もう、あ、殺された方が面白いから、もう単独行動するわ、うん、容赦なく、容赦なく単独行動、うん、ジャンゼリと単独行動を、かましていくと。はい OK、 はい、タスクすぐやっちゃう。続きましてさあ義賊さんが来た、おっと挟まれた、さあどうなる、さあ大丈夫か、おっといっぱい来たぞ、 いろいろ湧いてきたけど、まあ俺はあえて気にせずにこれは上に行く。さあこっちも3人4人、さあここでヒカクさんもなんかタスクっぽいことをやっていた、真実はわからないが、さあ上に登っていく。さあここは何もないな、ここは何もなくて、義賊さんがさっきから俺のことをやろうとしてるな、完全にストーキングしてんな、あれ完全にストーキングしてるよ、うん、完全に俺をやろうとしてる感じがプン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 伝わってくるが、さあ一番こうキルされやすいこの部屋にまず突入。さあここにタスクがあるね、ここにタスクがあるから、しっかりとボルテージ上げる。あ、オッケー、タスク1個完了。でからの左、さあこれで義賊が今俺のことやってもおかしくなかったが、やっていない、やっていない、俺だったらやってもいいと思ったが、さあしっかりと上のタスクをこなしに行く。まずこっちに行って、俺はもう一人でもう一匹狼にどんどんやっていくから。はい、タスクコンプリート。おっと誰かが死んだ。はい、来ました、ビップさんかな。お疲れ様です。目の前で来ましたね。
また目の前流行ってますね。いや、これはちょっと連続殺人鬼の仕業です。おお、またはい、マジですか。またカズさんカズさんです。また、え、嘘だろ。私もカズさんだと思います。どんな確率マジでカズさんだと思います。そんなことある。まずそもそもだって4回連続はさ、さすがになんか、いや、そんなこと、いや、でもそんなこと言われても今目の前で双葉さんと僕の目の前でカズさん、リップさんやりましたもん。いや、だって個人的な恨みないよ、全然リップさんまあでも多分、確かに見てないんで、思いますなので、私目線、ドスルさんもあり得ます。あ、なるほど。あ、なんかもう一人いませんでした、部屋に。見た人います。本当に滝山島。いや、3人ぐらいいたで、今、なんか。いや、僕見てなかったですね。ちなみにドスルさん、あれですか、あのライトのとこですか。ライトの上の段のとこ、はいはい、ライトの部屋。僕もそこに向かって入ったとこでした、部屋に。あ、なるほど。見えなかったっすね。なるほど、なるほど。あの、すいません、同じ部屋いましてですね、はい、カズさん初から出てきましたよね、でも今もうカズさんお願いしますよ、本当にそれ言うとすげー、ちょっと千早さんの声が強すぎんだ。もう一回言ってください、ハッチから。ハッチから。え、コンビチャしたの見たよ、俺カズさん出てきたの。見ちゃったの。見ちゃったの。そういうことか。あ、よかったよかったよかった。ハッチから。じゃあカズさん。え、ハッチってあれですか、あの、パカパカ。え、どこ、ハッチって、ハッチって何？弁当ですね、弁当。あ、右下の弁当ってやつね。確定じゃないですか。見えたじゃないですか、弁当の文字が。いや、今の冗談よ、今。やめて、うちにだけ連動いて、本当に。言っとくと、このするからさ、この状況でカズさんを、はい、あの速攻で打った僕はかなり白目です。そうですね。確かに。了解です。お願いします。まあ、OK です。どうするんだ、ちょっと友達だろって。カズさんだろって。最後、友情。カズさん、お疲れ様です。友達じゃないの？お疲れ様です。失礼いたします。見出します。カズさんやらかしでしょ、完全に。完全にやらかし、やらかしまくり、本当に。まあいいでしょう、人狼また一匹やりました。で、俺は義賊さんが完全に、もう俺とりあえず義賊さんもう恨んでる。この人もう腹黒すぎるから、普通にマリカー実況のスタイルがもうそもそもそうじゃん。で、俺みたいなね、普段ね、その暴れてるやつは意外といい人だったりす。待って、閉じ込められた、最悪。これは閉じ込められたぞ。おい、義賊と俺が閉じ込められたぞ。タスクやってんのか。さあ大丈夫。でも義賊と二人っきり閉じ込められたのに義賊が俺をやらないっていうのは、いやー、わかんねえな。もう一人わかんねえぞ。もう一人が全くわかんない。もう一人が本当にわかんない。タスクもなかなか進んでないな。タスクが進んでないから、これはまた防犯カメラちょっと見るか。さあちょっと防犯カメラ見ていきましょう。誰だ今のは。さあ俺の部屋に2人入った。2人3人4人、みんな来たな、みんな来たな、みんな来て、さあどっか行け、どっか行け、全員どっか散らばれ。散らばったさあ、比較さんだけ、うん、比較で義賊だけ上行ったな。義賊が上行ってどこ向かってる、どこ向かってんだ。俺がこの通路で見てるからなかなか犯行を犯して、さあ義賊が戻ってきた、義賊が戻ってきた。さあ千早さん、義賊また全員集合してる。俺はしつこく見るぞ、カメラを、カメラをしつこく見るから。さあ俺んとこになんか来たぞ。なんだ比較さん、なんだやる気か。うん、さあ今がチャンスだと思ってんだろ。で俺はあえてもう一回戻る。ここでフェイントかける、フェイントかけて、さあ比較義賊どうする、やるかやらないか。おお、やらないね。さあこれミッション、これは行くかい。おっとおっと、なんだなんだ、すごいすごい動きが起きてる、すごい動きが起きてるが、ビップさん、みんなちょっとラグいね。さあここで、青、すごいみんな散らばってる、かなり散らばってる。おっと、今部屋入ったよね、二人、二人部屋入って、オレンジと青、オレンジと青が入って、そこに赤も来た、で黄色が来た。絶対わかった。ごめんなさい、レポートボタンとあの酸素止めるやつミスりました。びっくりしました。なるほどなるほど、 OK です。あと3秒っすよね。え、これもう、ね、これ終わった瞬間3秒ってことですか。いや大丈夫です大丈夫です、これはなくなります。よかったよかった。あぶね、すいません、僕多分分かりましたこれ。はい、あ、はい、僕防犯カメラずっと見てて、はい、多分ドズルさんが、殺された部屋に、はい、2人で入ってったんですよ。はい、で誰が入ってったかって、ドズルさんと千早さんだったんですよ。でこれ間違いなく多分千早さん以外に考えられません。でその後にメスさんが入ってすぐレポートしたんで、はいはいはい、間違いなく千早さんっす。
まあ一応場所的にはベッドがあるんで、他もありえるんですけど、千早さんだと私も思います。え、あ、なるほど。あの入ってくの私も見えたので、入ってくというか、もうあの自信あります僕。上から行ったんですよ。あ、え、でも千早さんさっき最後こうカズさんに追い打ちかけたじゃないですか。はい、あれは、ね、もう無理だから切り捨てたってイメージですか。うん、そうですね。なるほど。なるほど。なるほどな。まあ、間違いないでしょう。え、ちなみに、いや、どうかな。義足さん、はい、上の酸素止めに行ってたじゃないですか。止めましたね。僕より早く行ったのになんか解除されてなかったんですけど。え、あれ、え、義足さん、いや、上は僕解除してましたよ。で、下全然解除されないから、見に行って、うんうん、で、その後メッさんの後に入っていったら報告がいたって感じですよ。おー、なるほど。千早さん何か言うことないんですか、千早さんは。酸素やってる状態で監視カメラ見てたのって本当ですか、浅尾さん。あ、ずっと見てました。僕捨ててました、酸素。酸素捨てて、僕ずっと。浅尾さんがやることはないような気がするな。ずっと防犯カメラ見てました。あ、もうなんならカメラ絶対赤くなってたんで、沢は絶対見てましたよ。うん、おー、なるほど。信憑性は絶対ありますよ。で、千早さんと土星さん2人入ってって、で、はい、いつ出てくるかなってずっと待ってたんですよ。で出てこなくて、そしたらその後メッスさんが入ってレポートして、で見たらドゼさん死んでたんで、絶対千早さん 100%。 これは千早さんです。じゃあしょうがないな、これは。じゃあこれで違ったらまたちょっと義足さん気味みたいな感じですか。どっちかっていうとカメラ嘘の方がありえますね。うん、そうですね。ああ、なるほど。あとは任せます、またこれ沢さん怪しいぞ。どうだ、します。どうだ、これは言ったでしょう。イエーイ、イエーイ、イエーイ。見てます、完璧なファインプレーですね、これは。ナイスプレー、見事だ。これ今日鬼が出てないな。やっぱスーッと噛んだよ。あと3秒だったんだよ。ハワイアンさんナイス、アザッス。いや、でも皆さんチームプレーです。だからあそこでメッサン、メッサンかな、メッサンが言ってなかったらもう多分僕ら死んでたんで、酸素で。確かに危なかった。危なかったですよ、ほんとに。チクゼー、あと3秒だねー。神連携ですね、マジで。